はい、ということで皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。ここはマインクラフトやっていきましょう。今回は岩盤で家を作ろうかなと思います。で、今回はですね、もう堂々と座標公開します。はい、ということでなんかリクエストがありまして、大手さんがいた時って、まあ、座標堂々と公開していたわけじゃないですか。で、座標堂々と公開するってことはつまり荒らしに来るってことなんですよ。だから 2B2T って、まあ、荒らすサバじゃないですか、ある意味。だから嵐飼いが欲しいって言われたから、じゃあ僕どうしようかなって考えたんですけど、まあ、ただただやるのもつまらないんで、皆さんハック入れてますよね。でハック入れてるんだったら、まあ岩盤ぐらいぶっ壊せんじゃないかというまあ理論で、ネザーとかももう岩盤ないんですけど、ということで僕は岩盤の家を作るんで、皆さんはじゃあ嵐に来てください。はい、ということで視聴者さん方です。はい、ということでやってきましたー。ですね、まず一つ言っていいですか。なんでこんなに羊がいないのか分かりませんでした。まあ、今回この座標を決定するに至って、ま、いろいろ探してたんですけど、なんか羊が全くいなくて、で、まあ、クレーで出すのは、それはつまんないし、そんな不正なんで、それはつたくなかったんで、ちゃんとね、羊を頑張って探したんですけど、まず鶏と牛と豚しかいないんですよ、マジで。もう、この三つしかいなくて、マジどうしようかなって思って一生懸命探したら、なんとここにいました。もう本当に探すの大変だったから、みんなマジで。ということで、じゃあ家作っていきましょう。で、家の中に置くものは基本全部サバイバルで出します。岩盤以外は全部サバイバルでやるんで、まあ不正なくね、取られてもいいものをやろうということでやっていきましょう。ということで、とりあえずはまあ初期装備ぐらいは作っとかないといけないんで、初期装備とあと羊ね、ベッドとかもないで、家じゃないんで、それはもうそれは家じゃないんで。よし、ということでちゃんとしっかり木を取ってですね、パパパッとね、はい、作業台作って、で、ちなみになんですけど、なんとですね、僕でも実は岩盤出せないんですよ。まあ、ちょっとやってみようか。岩盤を出そうとすると、まあ、自動的に消されるんですよ。これはもう全 OP 全クリエイティブ人全員同じです。はい、なんでもう使えないんですよ、これ。あと例えばエンドポータルフレームとかも僕出せないんですよ、こうやって、ほら。ということですね、ワールドエイトを今回使います。ワールドエイトだったら例えばこうやってやって、セットベッドロックって打つと、まあ、ベッドロックこうやって置けるんですよ。まあ、これを使って今回はやっていきます。さあ、ということでちょっとね、鉄を見つけたいんで、どうしようかな。なんかもう懐かしいな、俺。めっちゃなんか1月の3日ぐらいでこのサーバー作ってるんですけど、大体1月3日に作って、僕最初めちゃめちゃサバイバルやってたんですよ、生放送で。めっちゃ頑張ってたんですけど、例えばボートフライのね、使ってる人にね、一緒にね、やってもらったりとかやってたんだけど、なんかもうこの 2B2T でこのサバイバルっていうのがちょっと久々すぎて全然慣れてないんですけど、まあ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 、懐かしきちょっとサバイバルってことで。とりあえず鉄とかもそんないらないね。家作るぐらいだったらそんなに鉄もいらないんで、もうサクサクっと鉄はまあ集めて、ある程度ね、ハサミとか作れればいいなって思うんで、よし、これでいいね。で、なんかね、最近なんかね、 2B2T というコンテンツがまあ爆増伸びしてて、やっぱまあこのコンテンツって正直誰にもパクられないわけですよ。もうやっぱ最高なものですね、パクられないし平和です。はい、ということで、で鉄は最低2個あればいいかな。でもなんか洞窟あるけど、まあ、ちょっと怖いんで探索はしなくていいですかね。よーし、ということでハサミを作りましょう。よいしょ、オッケー。はい、でちなみにですよ、で、あんまり岩盤のやつを置くのは良くないので、この動画を投稿してから1日後に削除します、僕が。はい、自分で作ったものはなんでまあそれまでに皆さんが僕とまあ勝負でも荒らせるかっていう、まあ、そういう感じです。はい、なんで皆さん、ちょっとみんな頼むね、頑張って。はい、あー、帰った帰った、ありがとう、だだだだ、オッケー、羊を狩りましょう。よーし、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 うまい、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 めっちゃここ羊いいんだけど、待って、あれさっきさ、めっちゃあっちとか鶏しかいなかったんだよ。で、この動画どうしようかなって思ったんだけどさ、めちゃめちゃいるね。いいね、最高なんだけど。じゃあとりあえず、じゃあベッド作ろう。まあ僕一人しかいないけど、見栄え的にやっぱベッドは2つだよね。うん、ってことでベッドを2つ置きましょう。じゃ、とりあえず、ここら辺に家作ります。皆さん、ここら辺に。ここら辺に家を作ろう。よしよしよし。とりあえず、ここら辺にじゃあ家作ろう。どうしようかな。まあ、とりあえず、地面は、まあ、家だから、そんなちっちゃくていいでしょ。まあ、そんなにでかくなくていいから、まあ、こんぐらいにしとく。まあ、こんぐらいにしときましょう。6×6 にしようかな。じゃあ、1、2、3、4、5。あともう1マスかな。よーし。で、地面完成なんで、じゃあ地面だけ書き換えましょう。ベッドロック。はい。よーし。家ちっちゃいけどね。まあまあまあ、家って分かればいいんだ、家って分かれば。よし。で、これでとりあえず、どうしようかな。ここに、ベッド置いて、なんかもう最低限の設備しかないの、これ。で、ここにどうしようかな。ここにこれ置いて、で、かまど、かまど作ろう、かまど。あ、間違えた。じゃあ、チェスト作りましょう、チェスト。チェストとりあえずじゃあ作って、よいしょ。
あ、いいね、あ、いいね、あーいいね、いいね、ちょっと家っぽいじゃん、家っぽい。ただ寂しいから、じゃあもう一個作ろう、もう一個作って、よいしょ、これでよし、どう、みんな良くない、あーちょ、家っぽくない。でここにで、かまどはだいたいまあ作業台の上って決まってるから、よし、これでいいじゃん。おー、なんかいいね、いいね、いいね、いいね。でなんかちょっと光ないな、まあ、光ないけど、どうしようかな、松明作るか、松明をじゃあ光源の感じにしよう。じゃあこれで壁、じゃあ壁作りましょうか、壁。じゃあちょっと待って、その前にさ、ちょっとあれ作るわ、斧作るわ。なんか斧ないときついんだけど、キピだとまあワールドユニットが反応して作れないんで、ちょっと斧でちょっとこれ取りたいと思う。さすがになんか外壁はできるだけちょっとクリエイティブは使いたくないから、ちゃんとねクリエイティブを使わず外壁は作っていこうかなと思います。はい、ということで皆さんちょっと来てください。座標は15656の149,968に僕はいますよ。はい、まあ、次の日待ってるからみんな、うん。じゃあちょっと壁作ろうか、壁。いや扉もいるからね、扉も。なんかもうほんと最低限の設備しかねえな、この家。どこにあるでしょうか。入り口どうしよう、入り口じゃあここにしようかな、入り口ここにしよう、みんなここにするわ。入り口ここでよくない？あー、なんかそれっぽくない？ちょっと家としてはダサいけど、まあでも全然、まあ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 、よいしょ、これでアカシアを置けば、あー、いいじゃない、いいじゃない、ほら、あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと俺初めて作った割にはさ、いいんじゃないですか。でここでちゃんと階段を置いて、はい、あー、いいね。でこれタンポポをこう置けば家っぽいじゃん。うん、お、これ家っぽくない、これ。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと雑草邪魔だけど、あー、いいね。でここでこう閉めてって感じか。あー、いいね、いいね。でちょっともう一回、そう、じゃあ置きますか。じゃあよいしょ、せめて4段ぐらいにしときたいね、せめて。よいしょ、でちょっともう一回木取ってきます。さあ、ってことで木集めたよ。よし、じゃあもう一回ちょっと作るか。でね、ここはね、ドアバグを使おう。よし、これで登ろうっていうね。ここでもう一回、そう、じゃあ作ろうか。いや、こんなもんでいいだろ、家の広さで。これでとりあえず、じゃあちょっと上に壁張って、あー、ちょ、家っぽくない、これ。これ家っぽいだろ、みんな。でこれでこういったら、こうこう、はい、来たー、家だろみんな、これは立派な家だろ、これ。でもなんかちょっとここダサいから、ちょっと壁だけちゃんと原木にしよう、原木に。よーし、じゃあとりあえず、じゃあちょっとここのね、なんかここダサいんで、この端っこがダサいから、じゃあちゃんとね原木にちょっと変えておきたいと思う。あ、いいね、いいね。ちょっとこれ家っぽいでしょ、これ。ようやくなんか家っぽさがちょっと出てきたよ。よし、これね、結果的に岩盤に変えるんだけどね。なんか俺なんでここまで凝ってんだ、これ。結果的に岩盤ハウスを作ろうとしてんのに、何やってんだ俺は。まあいっか。ってことで、じゃあこれを最後に、じゃあちょっと岩盤にじゃあ変えていきたいと思う。でこれで、ウォールズベッドロック、これで岩盤に変えるんですよ、端っこで。次は上を変えたいんで、よいしょ。で、これで、よし。あ、家は、あ、家のここ壊れちゃったから、ちょっとここは直そう。よしよし。ここをちょっと壊れ、ここ大事だから。はい、と。はい、ということで、できました、皆さん。家できました、皆さん。ということで、皆さん待ってますんで、よかったらね、来てください。座標はもう一回お分けしますと、15662の、149,970にいますんで、僕は。はい。ちなみに、1日後、僕また来るんで、その時までに荒らさなかったら、僕の勝ちということで。ということで、皆さんよければね、チャンネルのね、高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。じゃあね、みんな、バイバーイ。